どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、怪人開発部のクロイツさんの6話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、正気は全てに優先するというところで、クロイツさんがですね、 メギストスに、まあ、バレンタインという勝機は全てに優先するっていうことを言っていたわけなんですがまさかねそれで企画を通ってしまうっていうところがなかなかすごいなぁと思ったところではありましたね、まあ、しかもバレンタイン怪人の案にはですね、まあ、こうアカシックも結構ノリノリだったわけなんですが、まあ、こうアカシックがですね そこからのチョコ作りっていうところにもね、こう熱い指導が入っているっていうところが、なかなか笑ってしまったなというところではありましたね。あとはね、アカシックからクロイツさんが、まあ、最近はね、チョコとか作ってないっていうことをですね、まあこう指摘されていたわけなんですが、まあこう容赦なく痛いところをついていくっていうところがですね、 見ていて面白いところではありましたね。また、メギストスがですね、アガスティアの怪人は伝承をもとに作られているんだっていう話をしていたわけなんですが、まあ、そこでバレンタインの伝承はあるのかっていう話になっていったわけなんですが、まあ、こう、クロイツさんがですね、関係ない業界がバレンタインフェアをするっていう例を 出したりしていたわけなんですが、確かにね、そういうこともあるよなっていうところで、その例っていうものがうまいなっていうふうに感じましたね。そういうところで、まず一つ目の感想である、正機はすべてに優先するというところ、終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、バレンタイン怪人、 というところで、クロイツさんたちがなんとかメルティを誕生させることが成功していたわけなんですが、まあ、こうメルティにですね、使用したチョコに異物混入があって使えなくなってしまうっていうところがですね、なんとも悲しいところではありましたね。まあ、とはいえ、異物混入したところで、まあ、こう食べさせるわけじゃないから、 っていう風に最初は言っていたわけなんですが、まあ、こう、メギストスがですね、社会的責任のある秘密結社として承認できないっていう風に言ってですね、メルティを廃棄処分にするっていうところは、まさかまさかの展開で笑いが止まらなかったなぁというところでした。また、さだまき博士がですね、最初から懸念していた 期間限定の怪人っていうものの恐ろしさですね。まあ、これについてはですね、培養し直すときに、まあ、こう、その恐ろしさっていうものが伝わってくるところでした。でも確かにね、バレンタインに間に合わなかったバレンタイン怪人っていうのも、なんかね、変な感じはするんで、まあ、そういうところを最初から懸念してたのかっていう感じでしたね。まあ、それで結局、 クロイさんがですね、バレンタインに、献身ブレイダーにチョコを渡すだけに終わってしまったわけなんですが、まあ、結果としてケンブレイダーを喜ばせてしまっただけだったっていうところもですね、面白かったところではありましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、バレンタイン怪人というところ、終わっておきます。でですね、 次、三つ目の感想に入っていくんですが、新たな成果が必要というところで、方円がですね、新規の成果が必要になったっていうことで、アガスティアとの怪人の共同テストっていうものをしていたわけなんですが、まあ、結果としてはですね、ブラックロア側の惨敗という結果になってしまったのが、 何とも言えないところではありましたね。とはいえ、何かと絡みのあるウルフとエルバッキーはですね、まあ、共同テストで戦うっていうことはなかったわけなんですが、まあ、個人的にはね、ウルフとエルバッキーの二人がですね、戦っているっていうところはですね、ぜ、ま、ひ、あ、とも見てみたかったところではありますね。また、 恐怖心を植え付ける怪人とか、まあ、気持ちのいい夢に閉じ込める怪人っていうものはですね、本当にアガスティアとは怪人の方向性が違っているっていうところが、なかなか面白いなぁと感じたところでまあありましたね。まあ、それと、実際ね、恐怖心を植え付ける怪人が、まあ、中間管理職である赤マンと将軍をですね、辞職に追いやってしまった。 っていうところはですね、まあ思わず笑ってしまったところではあるんですが、本当にね、赤ンと将軍に何が見えたんだっていうところがですね、うん、実に気になるところではありましたね。しかもね、そのことをさだき博士と方園と黒いつさんの3人がですね、居酒屋で話してるっていうところも面白いところではありましたね。 そういうところで、三つ目の感想である、新たな成果が必要というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はバレンタインの話と共同テストの話だったわけなんですが、どちらもね、怪人を作るっていうところが、どれだけ大変なのか伝わってくる感じではありましたね。 また、ブラックロアの方園がですね、とにかく、さだまき博士に負けたくないっていう本音が出ていたわけなんですが、さだまき、あ、博士に勝てなくてもね、十分に強くて個性的な怪人が作れているのになぁと思ったところではありますね。とはいえ、ブラックロアの方はですね、魔法少女の方を相手にしているみたいだったんで、 ブラックロアと魔法少女が戦ってるっていうのはね、見てみたいところでも、まあ、ありました、まあ。とりあえず次回の話では、アガスティアの方ではどんな怪人が生み出されるのかなっていうところで、今から楽しみにしていようと思いますというところで、今回の怪人開発部のクロイツさんの6話の感想ですね、こちら終わっておきます。 でですね、今までにも1話から5話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、スローループの第7話の感想と、ワッチャプリマジの第19話の感想ですね、この2本更新してますんで、 よかったら、こっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、3本更新する予定でして、賢者の弟子を名乗る賢者の第7話の感想と、あけびちゃんのセーラー服の第7話の感想、そしてですね、プリンセスコネクトリダイブの2期の7話の感想ですね。この3本、ワン、ツー、スリーと、 更新しますんでよかったら明日もですねラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで本日1本目のラジオの方終わっておきます以上沼さんでしたそれじゃあまたねバイバイ